あんたかなり。強いんだって？アイテム屋から君の話を聞いたよ。協力ありがとう。君の腕前は本物だね。その力をもっと貸してほしいな。実はまたモンスターが出たんだ。桁外れに凶暴なガードハウンド。知ってるよな？進路の軍用犬だ。瓦礫通りで目撃されている。頼めるだろうか？引き受けよう。助かるよ。俺らじゃ歯が立たないんだ。頼んだよ。危ない犬、どうにかしないと。危ない犬、どこから来たんだ？まあまあ乗ってたな。やってくれたか。はあ、ありがとう。あれは神羅から逃げ出した新種だと思う。あいつが問題になったのはいつ頃だ？そうだな、情報が入り始めたのは今朝になってから。つまりどういうことだ？もしかしたら七番街スラムの地下には神羅の研究所があるらしいな。いや、どうだろう、聞いたことがない。ちょっと鎌をかけてみた。申し訳ない。巨大な組織だ。俺も知らないことが多い。
ああそうだな、倒したんだ。それでよしとしよう。危険な依頼を片付けてくれたんだね、ありがとう。ちょっと聞いてよ、列車墓場からディングローが飛んできたの。なのにこいつら全然動かない。ん？もしかしてあなたが噂の何でもや？じゃあ手伝ってくれない？ディングローはタラが廃工場の先、近づくには自警団の鍵がいるよ。鍵は近くの木箱に隠してあるから片っ端からぶっ壊しちゃって。列車墓場から。お、何でもや。近くに移動してきてるわ。近くに行く人たちは念のため注意して。一気に行くぞ。進むぞ。やられはしない。調子に乗る。お帰りなさい。見事倒せたみたいだね。さすがは噂の何でもや。威張るだけで何もしない兵士とは大違い。警備も変わってもらいたいぐらい。兵士は職業だ。
勝手には動けない。人としてどうなのって話でしょ。命令に忠実なやつも必要だ。やっぱりね。元シンナって聞いてるよ。なるほど。あんたと話しても無駄か。私はこの町が好き。ただそれだけ。いいわ。この町は私が守る。あんたに負けないくらいもっと強くなってやるから。お疲れ様。仕事すっかり片付いたね。何でも屋のクラウドの評判も上々。この先どんどん忙しくなるよ。ティファのおかげだ。素直でよろしい。今日の報酬は店へ行けばいいのか。うん。でもその前にアパートに戻らない？少し休もうよ。スラムの心得その1ね。じゃあ行こう。自分の部屋のフィルターを交換しておくれ。部屋に置いといたよ。はい。何でも屋はお待ち。これは依頼だよ。ティファと仲良くするんだ。あ、しているつもりだ。うわっ面だけだな。そんなのはね、吐いて捨てるほどいるよ。え？あいつらとは違うんだろ。粋な。先にフィルターを交換しちゃおう。ああ。終わったら来て。待っててね。急いで終わらせるね。できた。聞かせて。村を出てからのこと。え？約束したよね。ほら、自警団のところで。ああ。ん？戦争中、ソルジャーは英雄扱いだった。うん。毎日ニュースを見てた。でも、俺がソルジャーになった頃には、状況が変わっていたんだ。憧れていたような仕事はなくて、シンラのために働く、ただの、ごめん、話したくないよね。うん。剣を使う仕事だ。
久しぶりに会ってするような話じゃない。うん、わかるよ。でも不思議だね。お別れしたあの時、あの場所からうんと離れたこんなところでまた会えるなんて。そうだ、再会のお祝いしよう。うんとおしゃれして。おしゃれ？私だってするときはするよ。服あるのか？ないけど用意するの。どういうのがいいかな？大人っぽいな。お互い年取ったもんね。私と釣り合う服を選んでね。わかった。楽しい計画っていいね。ああ、いいな。さて、楽しい気分になったところで店行こうか。休まなくていいのか？時間もったいなくて。マーレさんには内緒。フィルターは交換したよ。また店に行くね。行ってらっしゃい。おや、ずいぶんご機嫌だね。そう？別に普通だよ。やるじゃないか。いい顔だ。これからも頼むよ。今後の分まで先払いしとく。頼んだよ。ヘマしたら承知しないよ。